はい、皆さんこんにちは。テレビタモックスのタモリです。今日はね、ちょっと今から空港に向かってるんですけど、なんで空港にかっていうと、実はまあコロナの状況とかいろいろあるんですけど、一泊二日で大阪に今から行きます。で、大阪に何しに行くかって言ったら、ワーホリのビザを今申請している途中なんですけど、もう結構終盤、手続きも終盤に差し掛かっていて、この大阪では指紋登録っていう手続きをしてきます。その手続き自体は5分10分くらいでは終わるんですけど、ちょっと沖縄に会場がないっていうことで、大阪か東京かってなった時に僕は大阪を選びました。でね、今日なんですけど、便が12時10分発の伊丹空港行き押さえたんですけど、なんとただいまの時刻10時18分です。2時間前なのに今出たばっかでちょっと寝坊しました。で、ちょっと焦ってるんですけど、まあちょっと無事間に合えばいいなっていう感じです。今ちょっと質問コーナーのために質問を集めてたり、どんな動画が見たいかとかいろいろ募集しているので、見たい企画とかこういうことを知りたいとか、ワーホリ関連のこと、海外のことあればぜひ聞いてください。じゃあね、空港にもう向かって行ってるんですけど、空港まで行こう。空港到着して腹ごしらえに昼ご飯エンダー食べたんですけど、もう搭乗時間近いんで少しだけ飲み物とか買ってもう飛行機乗っていきたいと思います。では大阪へ。
心斎橋の予約してたホテルに到着してチェックインしました。で、今から夜まではもう今日はもう何もないので、夕ご飯とか美味しそうなところも一緒に探せたらなって思います。それでは、関西っぽいご飯たくさん買って帰ってきたので、それを食べていこうかなと思います。まず何買ったかというと、一つ目はモダン焼き、そばのお好み焼きみたいな感じの写真のやつ、美味しそうで即決で買いました。で、次が餃子ね、王将の餃子、本店みたいなところで買いました。で、チャーハン。で、あとはたこ焼きですね。たこ焼き、ちょっと食べきれるかわかんないんですけど、食べて腹ごしらえしたいと思います。いただきます。うわ、美味しそう。うん、美味しいです。めっちゃ美味しい。たこ焼きとか沖縄にいたらあんまり食べる機会なくて、銀だことかもあんまり行かないんですけど、やっぱ関西とかに来ると食べたくなりますね。次にチャーハン食べたいと思います。五目チャーハンだっけな、めっちゃ美味しそうだったので。で、本当だったら居酒屋とかも行けたらよかったんですけど、ちょっと大阪もまん延防止やってるし、さすがにコロナうつるわけにはいかないと思って、全部テイクアウトできるお店で選びました。うん、美味しい。餃子もいただきたいと思います。最高、美味しい。うん、美味しすぎる。ちょっとやっぱ食い切れる気がしてきた。うわ、うわー、最悪。今日はもうあとは大浴場行って、お風呂サウナ入って寝るだけなので、また明日帰る時とかに回していこうと思います。それではバイビー、また明日。わお、ごめんなさい。はい、ってことで、うん、ちょっと2日目の様子は GoPro の電源
切れちゃってバッテリーの控え実家に忘れてたっていうのもあってあんまり撮れなかったんですけど、2日目は本当にもう朝起きたら結構すぐにチェックアウトして、そこから朝食とってそのまま手続きに会場に向かいました。で、手続き自体10分15分くらいで終わって、それからもう僕は2時ぐらいの便では沖縄に戻るっていう予定だったので、そのまま空港に向かって、で今沖縄に着いたっていう感じです。で、ワーホリのビザ取得の手続き自体はもう特にやることはこれで終わりで、指紋登録の申請が終わったっていうこともエージェントにも伝えてあるので、あとは本当に許可証がビザの申請センターとかカナダ大使館から届くのを待つだけになります。で、この許可証をもらえたらそれを持ってカナダに渡航して、カナダの空港で入国審査の時にビザとその許可証を交換っていう形になります。これからコロナとかでまた申請っていうか手続きが伸びないといいんですけど、今の予定では4月には渡航する予定です。それでも3月予定だったのから1ヶ月は伸びたんですけど、4月でも遅くはないっていうことで、スムーズに4月に渡航できたら最高だなという感じです。で、僕は1年間カナダに滞在するんですけど、その1年間のプランっていうのはもう結構半年分ぐらいはこのエージェントさんが提供してもらうプランに沿ってやっていくんですけど、まず渡航して4ヶ月目までは4ヶ月間まず一旦採用してもらったレストランで働きます。で、その4ヶ月終わったら一旦僕はその出勤頻度を下げるか1回退職するかして、2ヶ月間5ヶ月目と6ヶ月目の2ヶ月間は語学学校の方に通います。で、その語学学校ももう手続き踏む上で3校ぐらいおすすめの語学学校いただいた中から生徒の国籍の割合だったりとか、その教育っていうか指導の厳しさとか見て、僕は結構シビアにやってもらいたかったところがあるので、1年間で英語を結構話せるようになって帰ってくるには、やっぱ日本人が多いところは避けたかったし、アジア系が多いところも僕は避けたかったので、なるべくアジア人とか日本人の割合が少なくて、かつ英語の勉強に結構厳しめな語学学校を選びました。で、その5ヶ月目6ヶ月目の2ヶ月間は僕は語学学校に通います。で、これでちょうど半年間スパンとしてはあるんですけど、残りの半年間はもう本当に結構自分次第なところがあって、また1回目働いたレストランに戻れるんだったら戻ってもいいし、別の仕事を自分で日本とかでアルバイト探すみたいに求人とかから探してやっていくのもありだしっていう感じで、もう本当にこれがワーホリの強いところなんですけど、自由度が高く行動できるようになるのが6ヶ月目から最後12ヶ月目までの半年間は結構もう自由に動こうと思ってます。で、その中でやりたいなって思っていることはまずアメリカに行くことです。で、まあ、NBA みたいとかそういう感じのもあるんですけど、まあ、アメリカに友達とかを作れたら僕としては嬉しいなっていうのがあって、なのでなるべく機会としては行けるなら行けるだけアメリカには行きたいなと。でも仕事もしないとちょっと一人暮らしにもなってくるので、そういうところはあるから、仕事はしっかり元あったところに戻るか新しく探すかしてやっていこうと思います。まあ不安とかもありつつも、結局はやるって決めたのは自分なので、まあ、そこは大いにチャレンジして、まあ、失敗してもいい経験になるかなっていうところが自分の中で結構割り切れてるところであるので、まあ、友達いっぱい作りたいっていうのと、とりあえずは英語はペラペラで絶対帰ってきます。じゃないとちょっとせっかくこんなコロナの状況で行った意味がないというか、お金っていうのも、まあ、お父さんが僕のために貯めててくれたお金とお母さんからサポートのお金で行かせてもらうっていう形なので、本当にそこだけは恩返しできるようにではないですけど、せめてもの英語ぐらいはペラペラで帰ってきて、まあ、就職とか残
残り2年間残ってる大学生活でより留学行かなかったより得るものは多くないと話にならないので、そこは自分が行く上で本当に頑張らないといけないところというか、最低限やらないといけないところだなとはとても思っています。まあ、今回の動画はこんな感じで終わらせたいと思うんですけど、まあちょっと YouTube もまだまだ頑張らないといけないなっていうところがあって、どういうところを撮ればいいのかとか、ちょっとおしゃれに撮りたかったりするところもあったりするんですけど、まだまだ難しいところはあるので、もっと頑張っていこうと思います。またいろいろ手続き踏みしたいというか、沖縄での生活の状況だったり、渡航前に地元でできることっていうのはやって、それも動画に収めれる分は収めていきたいと思うので、楽しみにしててください。じゃあ今回はこの辺で See you next time. Bye.